赤石元長赤石元長9月19日から1949年7月2日は日本の実業家、政治家、家族、貴族院男爵議員、東京府で陸軍将校、赤石元次郎の長男として生まれる。1918年、父が台湾総督に就任すると家族の中でただ一人台湾に渡ったが、1919年10月父が、 病のため死去し、同年11月29日、男尺を就職、小学校卒業まで台湾に泊まった。赤子屋西さんが亡く遺族の今後のため下村博士、総督府総務長官ら有志が、赤子財団を設立した。また、当時の台湾総督府専売局長、各佐賀太郎が、元町の教育を援助し、各の子息たちと共に学習院で学んだ。 1931年、東北帝国大学法文学部を卒業した。大学卒業後、三井新宅に入社。その後、外務省職託、満州国勤商工業取締役などを務めた。また、台湾留学生などの援助団体、東亜集合会を設立した。1939年7月14日、貴族院男爵議員に選出され、 構成会に所属して活動し1947年5月2日の貴族院廃止まで在任。内閣委員、外国為替管理委員会委員などを歴任。終戦後、数度衆議院議員総選挙に福岡県から出馬したが落選した。1949年、中国共産党の構成で苦境に立った台湾の国民党を支援するため、元陸軍中将、 根本博士らの台湾密航計画を進め、九州を拠点に資金の調達などに奔走し、同年6月26日に根本らを延岡から送り出し帰京したが、過労のため休止した。ありがとうございます。